新紀老流玉は落語家の名跡。旧自体は新紀老流玉。初代新紀老流玉から1889年9月18日は落語家。本名、住田金作。二代目立川金馬の門になって、本名の金作を取って、立川金作の名で講座に上がり、後新紀老流玉に改名している。 大酒のみで、主癖の悪さからトラブルを起こすこともあり、石底から禁酒を促されてもうまくいかず、ついには余生への出演を差し止められてしまった。その後は、大道公爵を行い整形を立てていたが、生活は、ますます苦しくなって好きな酒を口にすることもできなくなり、失意のまま亡くなった。去年63、人情話のうまさは、名人級で、水古伝。 八百八お七、友の五郎、運武五人男、義士殿などを得意とした。二代目新喜郎龍玉は、群馬県高崎市出身の落語家。本名、斎藤愛之助。息子は同じく落語家三代目三遊亭小園友。落語は、芝居話を得意とし他にも筆も立ち、風流も好み、俳句、土土一も銀次、即席問答なども巧みなものだった。 実証遠友は、1926年に、北海道巡業中の函館で、長地府すにかかり亡くなっている。妻の朝地と別れ、自身も寄せから退いていた、時期の出来事であった。以前から、親子の不仲説が絶えなかったが、亡くなって数日後に、函館で、追善工業を行っている。それ以降は、故郷高崎で、隠居の実に入る。 1938年3月には、恒例の理由から引退し、因後は、渋谷で竜玉のまま奉還になり、時折演芸会に出演していた。終戦の頃に亡くなったという。三代目新紀郎竜玉、埼玉県秩父市出身の落語家。本名、加藤信彦。出林、三下がり箱根八里。秩父市立南小学校、秩父市立第二中学校。 埼玉県立小賀の高等学校中退。落語家になる前は大工をしていた。1997年2月、五街道雲助に入門。前座名は、上り。2000年5月に、第5回、岡本牧賞を受賞。6月に煮詰め、昇進、金原テイク7に改名。2005年2月に、五街道安家と改名した。2008年2月、 第18回北とピア若手落語家共演会北とピア大賞を受賞。2010年9月に入選定選佐藤林家菊馬路、三遊亭鬼丸、五代目柳屋商戦と共に新内昇進、三代目新起老竜玉を襲名。2014年12月、第69回文化庁芸術祭新人賞を受賞。2016年3月に 平成27年度国立演芸場花形演芸大賞を受賞。インターネット、ありがとうございます。